バニティのハピラジリターンズ。こんばんは、バニティのボーカルの渡辺ギャウです。キャンバンはギターのメイビー一戸です。こんばんは、10年以上愛用し続けた私のパソコン用キーボードが最近ついに天寿を全ういたしました、ドラムの岡本健です。この番組はバニティのレギュラーラジオとして再びリターンズしてきた番組です。15分くらいの聞きやすい尺の番組で、毎週更新の番組としてお送りさせていただいております。そしてお便りたくさんありがとうございます。ありがとうございます。この番組はだいたい4本撮りなので、お便りは分けてご紹介させていただきます。はい、はい、ということで毎度恒例の今日の一言、メイビーさんお願いします。いや、今日の一言考えてたんですけど、はい、今日の一言は、うん、もう 俺だけ変な人みたいな感じになっちゃったじゃん。あのね、今日はテンションバーンで、そう、元気な挨拶っていう指令が出てたので言ったんですけど、まず最初のギャウさん、なんかそこまでなんかまあまあそうね、そう、それを受けてちょっと意識しすぎてしまったんかな今。そう、完全にあの正則さん意識したんで俺。正則さん、うん、あの錦鯉の。ああ、そうですか。そう、岡野さんは天寿を全うしたとか言い出すしさ、俺だけおかしなことになっちゃったでしょっていう一言。はい、はい、まあいいんじゃないですか、ちょうど。バニティのハピラジリターンズ。はい、ということで、はい、ハピラジのプロデューサーから指令が今回も届いておりますので読みたいと思います。はい、はい、岡野さん読んでください。はい、それでは読みます。どうもハピラジは僕です。ハピラジはハピラジは僕ですって面白いですね。ハピラジは第3回でサポートメンバーのお話になった際に、サポートベースの谷井さんのお名前のことで盛り上がっていましたが、よくよく考えると岡野さん以外名前がギャウ、メイビーと名前としてはなかなか聞き慣れない言葉がついていますが、お名前の由来をぜひ教えてください。あと岡野さん、どうしてお名前に、点、これ中黒ってやつですね、中黒を入れたのですか、うん、ということです、うん、あの順番でいきましょう、うん、ギャウさん、うん、なぜ渡辺ギャウさんなんでしょう。私は渡辺みたいな、こう下がる、なんていうの、落ち着く名前にしたかったんですよ。あ、渡辺、あの、うん、夫的に渡辺伝みたいな、あ、うん、で考えてて全然わかんない、ね、なんでそしてわかんないの。そのニュアンス、あれだ、渡辺伝、うんうんうん、みたいな感じになると、あ、そうそう、じゃなくて渡辺伝、うん、なるほどね、終わるやつがいいなと思ってて、はあはあ、そうで、なんかテレビなんかギャウっていうなんか温泉、なんか地上の裂け目の温泉みたいな、なんかがあって、それがなんとかギャウっていう名前でテレビでやってて、あ、ギャウでいいじゃんみたいな。温泉の名前がギャウ、うん、なんか温泉というか、なんかその亀裂の温泉みたいな、なんかよくわかんないけど、だからまあ響きですね。ああ、もうじゃあ完全にそういう感じで、うん、もう音でいった。そうですね。本名じゃダメだったの。本名はふんってならないから。あ、ならないね、渡辺、うん、うん、渡辺、そう、まあ、長いんだよね、ちょっとね。なるほどね、うん、なるほど、確かにと、うん、はい、そうです。メイビーさんは。僕はあれですね、なんかでもあのなんかね、ステージネームを決めるミーティングがあったんですよ、うん、あのバニティやるっつった時に、うん、はいはい、当時サッコちゃんもいて、はい、でみんなであのステージネームを決めようっつって、うん、で私は渡辺ギャウ、うん、2人は何がいいっつって、そこから多分居酒屋で、いや、私それいつも思うけどさ、うん、決めなくても別に良かったのに、私だけが変わるだったのに、なんか僕もやりたいみたいなこと言ってなんか言い出したんだよ。あれ、俺それは初、絶対それそうだと思う、初耳やな、この話。何回も私だけがそう変わろうと思ってたのに、うん、なんかみんなじゃあ俺も変える、私も変えるみたいなこと言って、サコさんなんてキャンベル沙織って言ってたから。違う、沙織キャンベル、沙織キャンベル、キャンベル言うてた、沙織キャンベル、別にみんな本気じゃないならやんなくてもいいのにと思ったんだけど。でもね、あの当時のお客さんはあの、うん、キャンベルさんって言ってたからね。嘘でしょ。言ってた、そっちか。で俺らがキャンベルさんって誰だみたいな、サコちゃんだみたいな、うん、そっちをフューチャリングしちゃうのか。そうそうそう、あ、そうですか。でもその俺話は初めて聞いた、うん、あ、どういうこと。いや言ったよその時、そう、絶対言ったよ。もうね、
あのベロベロに酔っ払って多分決めたんで覚えてなくて、気づいたら俺メイビーになってたんだよね。だからなんか分かんなかったんだよね、あのついた由来が、うん、自分で言い出したんでしょ。覚えてないんだもん。誰も言ってないよ。だって嘘つけ。だって別に望んでなかったんだもん。俺聞いた話じゃああれかな、どこで聞いたのかな、なんかあのその当時のドラムと沙織キャンベルが、うん、なんかメイビーっていいじゃんみたいなことを言ってメイビーになったみたいな話を聞いたような気がするんやけど、まあ俺覚えてないからな。あもうダメだ。私も覚えていません。ダメだ。だからなんか諸説あります。普通諸説ないんだよこういうのは。ねえんだよこういうのは。多分あの歴史ってこういう風になっていくんですよねきっとね。なあ西郷隆盛さんの顔もあれじゃないらしいですからね。そうそうそう、歴史で諸説あるっていうのは多分誰も覚えてなくてこういう風になっていくんですな。多分そうじゃねえかっていうね。そんなんでいいの。いや俺もうだって電車の中でさ今外国の方が多いんでさ、はあはあ、あの「メイビー」とかっつって言うとビクッてして「とかっつって反応しちゃうもん俺。知り合いが話しかけてきたのかなって思って全然違うわ。発音良すぎるからな。そうそうそう、さすがにそこは。でも「メイビー」だけはさやっぱさ聞き取れるから。すげえ呼ばれてるから。メイビーみたいな。はいどうぞ。はい、じゃあ岡野さんは。はい、あ岡野さんはあの、うん、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、あのカタカナで岡野武則名前と名字の間に点を打ってるんですよ、うん、あのこれは発音じゃ伝わらない。これはあのもう相当昔に、もう一画あった方がいいねって言われました。ああ、角田広みたいな感じ。あ、そうね、星が入るみたいなね。あの星ちゃん丸とかね。星にすればよかったですよ、うん、モーニング娘。丸ですね。丸ですね。あれ、うん、結局だから一角が一あのね、そのままでもよかったんですって。岡野武則カタカナこれいいじゃんこの画数よかったんですって、うんうん、よかったけど音楽業界の方に見てもらうときに点がもう一画あった方がもっといいって言われて、うん、じゃあ点入れますってなりました。とっても俺だけ真面目な話でしたね。そうかな。みんな真面目に言ってたよ。そうね、真面目だったよね。あ、そう。俺だけすげえ真面目な話でしたね。バニティのハピラジリターンズ。リターンズ。じゃあお便りいきますか。はい、わかりました。はい。はい、じゃあどうしよう、みんな読む、私読む、どうする、読みたい人。あ、もうじゃあ決めてください、何でもいいです。私は2人で読んでください。あ2人で読む。そうなるの。じゃあ1個ずつどうぞ。あ、そういうことになるのね。じゃあ私からはい、ね、お願いします、はい、はい、じゃあポキンチョキンエビチキンさん。ありがとうございます。バニティの皆さん、ハピラジスタッフの皆さん、ハピラジは、ハピラジ は緑なのにゴールドなエビチキンです。お何がゴールドかと言いますと、はい、メンタルジェットコースターツアーの遠征ポイントを貯めた結果、ゴールデングリモグッズをいただきました。イエス、おめでとう。おめでとうございます、うん、好きなバンドのライブを追っかけてグッズがもらえるなんて最高。ゴールデングリモソングに込められた思いを抱きしめて、また踊りに行きます。それではまたライブハウスで会いましょう。ありがとうございま す, いますそしておめでとうございます。おめでとうございます。いや、そしてありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございますね。遠征ポイントというのを、はい、説明してギャウさん、はい、バニティ そのメンタルジェットコースターツアーで自分の住んでる地域以外のところに遠征に行ってバニティ予約で入った人が1ポイントもらえるっていうやつで、うん、だからエビチキンは全部全通なんですよ、うん、全部のツアーに行って全部来てくれて、うん、で全部のグッズをゲットされました。すごい、素晴らしい。全通ってだからもうエビチキンだけ、そのゴールデングリモソングっていうのが一番高いポイントだったんだけど、うんうん、それをもう全世界で今持ってるのエビチキンだけです、うん、他の人はいない。缶バッジと、うん、T シャツ と, T シャツとで最上位が CD、 そのもうその人に込めた歌っていうの、あとグリモに込めた歌で、うん、それでまあエビチキンが全通だってもうみんなというか私たちが分かってたから、うん、エビチキンを思ったところも入れてます。一部あの酔っ払って転んじゃったやつね。っていう歌詞があるんです。歌詞があって、そうこれは素晴らしい、うん、グッズですね、うん、
なんだろう、これは素晴らしいよ、うん、いや俺も参加してるからギター弾いてるから俺も。いやそう、このゴールデングリモソングすごいいい曲だったからね、うん、いい曲、あのこれからも歌っていきたいと思います。あ、なるほどね、うん、でも CD を持ってるのはチキンだけ。だってこれ、うん、あれでしょ、エビチキンさんが全通してくれなかったら、うん、この曲が世に生まれ落ちなかった。いやそうそう、だってこのために作ったんだもん。いやすごい、うん、いやもうすごい、うん、このためにそれはすごいわ。ギター弾きました、うん、ちゃんと。いやいやでも、うん、ありがとうございます、ほんまに。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きます。ありがとうございます、お次のお便り、ペンネームチョコレートボーイさんからです。ありがとうございます。青春パンクは好きですか？はい。皆様、ハピラジは、ハピラジは、ハピラジは、声の大きなラビット M 山岸です。嘘つけ、もう嘘つけ。チョコレートボーイや言うてんのになんでこんなことになるんかね。毎回毎回、この間マイベストテープのコウジ君に、ジャムで、西江君のジャムですね、うん、キース君すごいバニティ言ってますよね、そういうイメージあるわって言われました、うんうん、褒めてください。現場からは以上です。キースだな。ありがとうございます。キースだな、これは。でも完全にキースさんでしょこれ。 M 山岸じゃなくてキースだね、うん、M 山岸でもないしチョコレートボーイでもないし、キースです。もうキースはキースで帰ってきたらいいんじゃない。そうだよ。もう隠す必要ないんじゃないですか。俺もだってさっき打ち合わせの時に本当に M 山岸なのかどうかっていう議論がなされたんだから。キースさん、あのね、あの社長さんがね、あのすごい心配してはるからどうなんかなって。いや絶対これはもうあのチョコレートボーイさん、いやキースさんですってずっと言うてました。そう、ね、これで本当に M 山岸だったらめちゃくちゃ面白い。いやもうそれはないから。すごい分かりづらいことしてきたね、 M 山岸ね。キース君すごいバニティ言ってますよねで褒めてくださいって、 M 山岸さんが言うわけないんですか。ギャーちゃんこれな、ほんまはな、私やねんって言ってきて。もうほんまにそんなんやったらもうお前ほんまにややこしい。絶対やったらあかん。誰を信じていいか分かんないもん。そうね、分かんなくなるね。いや多分ね、誰も思んないそれ多分。いやほんまにそれはいかん、山岸さんそれはいけません。一番の被害者は山岸さんですね。そうですね、本当だよ。ひどい。なるほどね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。バニティのハピラジリターンズ。というわけで、じゃあもうエンディングです。もうあれですからね。ほら、そう、早い。そうよ、いつもの前のリターンズの前の感覚でいたらダラダラ喋りますが、いやほんまやね。そう、もう聞きやすくなりましたんで、もうエンディングでございます。はい、というわけで私のセリフの番です、はい、あ、そうですか。おというわけで、はい、エンディングです。なんだろう、これ一応岡野が読めってことになってるんで台本には、今日はいかがでしたでしょうか。うん、何いかがでしたでしょうか。噛んだ俺今、噛んだ、うん、ね、はい、ちょっと今巻き戻しますね。はい、はい、噛んでましたよ。巻き戻してへんやん別に。全然巻き戻、今日はいかがでしたでしょうか。それぞれご感想をお願いいたします。いい感じですね。いい感じですか、うん、いい感じですよ、ええ、まだ今日ね、あの、うん、あの第5回ということで、2回目の収録の第1回目になりますから、うん、今日は4本撮りでございますから、うん、1本目でございますから、うん、ね、この間2回目であのだんだん調子が乗ってきましたってギャオさん言ってはったんで、うん、じゃあ次回からですね。第6回からね、調子が出てくるんじゃないかなと思います。なるほど。メイビーさんもよろしいですか、感想は。あ、はい、大丈夫です。はい、はい、わかりました。大丈夫なんですね。いっぱい喋った。そう、今週からあのバニティがまた5月になってライブが始まるんで。いやー。はい、ライブの情報はすべてホームページをチェックしてください。ね、4月、ライブなかった期間長かったですね。すいません、ほんまに。一応2日池袋アダム、5日西江福ジャムが直近であります。はい、はい、あとはチェックしてください、うん、はい、はい、ジョメビさんお願いします。このラジオでは皆様の投稿をどしどし受付中です。お便り投稿フォームからお願いいたします。お、あ、いや、じゃあ、あのオープニングの元気なやつを今思い出して思い出してやってます。特に新しいリスナーさん、ご遠慮なくお願いいたします。おお、お、これ毎回、前回はさ、毎回ご遠慮なくどうぞ、これをなんかこうやっていくってずっと言ってたよ。急に元気出たね。ちょっと今月はこういう感じでいこうかな。いいんじゃないですかね、はい、全然いいと思います。好きで変わっていくんで、いや元気なのがいいと思います。そう、ええ、
皆さんよろしくお願いいたします。お便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 Twitter やバニティのホームページからもどうぞ。ハピラジ公式 YouTube チャンネルの会員登録と高評価もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで終了です。にゃあ、はい、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。 BGM はハサミマン。この番組は RRJ の提供でお送りさせていただきました。それでは最後にこの曲を聴いてお別れです。はい、最新曲のネバーチャルをお聴きください。絶対聴いてね。バイバイ。